Apple A11 バイオニックは Apple が設計した64ビットソークである。2017年9月12日に発表された iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X に搭載されている。A11 チップの CPU は2つの高性能コアと4つの高効率コアで構成され、高性能コアは A10 の最大1.3倍の速さで動作し、高効率コアは A10 の1.7倍、独自設計による GPU は、A10 の最大1.3倍の速さで動作すると、している。A11 には、モンスーンと呼ばれる2つの高性能コアと、ミストラルと呼ばれる4つのエネルギー効率の高いコアを、搭載した Apple 製の6 4ビット ARMv8、A6 コア CPU が搭載されている。A11 は、 新しい第2世代のパフォーマンスコントローラーを使用し、A10 とは異なり、6つのコア全てを同時に使用できる。A11 には、A10 よりも30%高速な、グラフィックス性能を備えた Apple 独自の3コア、GPU が組み込まれている。これにより、iPhone 8、8プラス及び iPhone X は、イマジネーションテクノロジーズ知的財産を利用しないため、 従来パワービアアーキテクチャ実装において支払っていたロイヤルティ代が不要になった。A11 には A7 にて初めて搭載されたモーションコプロセッサ M7 の第5世代目となる M11 が組み込まれている。また、照明推定、広い々域キャプチャ、及び高度なピクセル処理をサポートする新しい画像、処理プロセッサも含まれている。A11 から、 新たに Apple がニューラルエンジンと呼ぶ専用のニューラルネットワークハードウェアが搭載された。これはフェイス ID、アニ文字などの機械学習タスクに使用され、その計算能力は6000億回、秒に達する。A11 は TSMC の10ナノメートルフィンフェットプロセスにより製造され、43億トランジスタが搭載されている。ありがとうございます。